日産、シルビア日産、240SX 日産、180SX 日産、240SX 日産、ワンビア日産、240SX240SX は、日産自動車製の乗用車である、シルビア 180SX の北米向けモデル。カ24で型、エンジン北米向けの SX としては4代目、5代目に当たる。 240の社名が表す通り、総排気量 2400cc の磁気用にエンジンカ24で及び、カ 24E を搭載する。なお初代3代目においては 200SX であった。カ24型系エンジンは、2代目プレーリー、W30 型系ラルゴ及び、初代プレサージュにも搭載され、その後も、ダットサントラックやキャラバンに使用されている、息の長いエンジンと言える。 カガタ系の採用はあくまでも北米市場の試行に合わせた選択であるが、この低中速を重視したエンジンは、日本では乗用車用、とりわけスポーティーカー用としては認識されていない。240SX は、ミッドナイトクラブ、ロサンゼルスやフォルサモータースポーツといった多くのビデオゲームで取り上げられている。S13 型系では、モデルライフの途中で、 エンジンのシリンダーヘッドが変更されており、前期モデルはサイチェシーのか 24E、後期モデルは DOHC のか24でとなっている。形状はクーペボディで S13 型系の世代においては、ハッチバックを持つファストバックモデルとノッチバックモデルの2種類がある。ハッチバックモデルのボディは 180SX そのものであり、ノッチバックモデルは S13 型シルビアに 280SX のリトラクタブルヘッドライトのフロント周りを合わせた構成となっている。北米での SX およびその兄気分にあたるフェアレディ Z は世代交代の度に車格とスポーティー度を高めており、かつてプアマンズポルシェと呼ばれた Z はポルシェとごする車格の高級スポーツカーとなり、SX がかつての Z と同等の車格のレンカー版スポーツカーと 見なされるようになった。四代目のデビュー当初、特にファストバックモデルでは、その社名と、相まって 240Z の再来と絶賛され、ダットさんで育った年配層など、従来ユーザー以外からも指示を受け、ヒットとなった。ちなみに、かつての SX のポジションである女性を、主なターゲットとした、セクレタリーカーとしては、NX クーペが担うことになった。 240SX ファストバック1991年登場の1992年モデルでフェイスリフトを受け、日産デザインの新しいアイデンティティであったヒゲや双葉と呼ばれたフロントグリルが消え、バンパーはボリュームを増しつつ、滑らかな形状となった。1994年モデルはコンバーチブルのみの販売となり、1995年モデルからは、 S14 型とバトンタッチされた。日本国内でも数は少ないながらも逆輸入されており、日本国内での形式認定を受けてはいないが、車検証記載の形式は RMS13 となる。また、部品レベルでは 240SX のリアセンター,ガーニッ日誌を 180SX 前期型に流用する例も見られた。 1994年登場の1995年モデルからは S14 型系、シルビア自体がノッチバックのみとなったことで、ボディ形状は一種類であり、基本的なスタイルもシルビアと同じであるが、干渉装置を内蔵した5マイルバンパーを装備しているため、日本国内使用よりやや大ぶりとなる。それに加え、前期型ではフロントマーカーランプもやや大きい。 SE、LE、ベースの3種類のグレード展開で、SE、LE はホイールが5穴であるのに対し、価格帯を低い方へ広げる役割のベースグレードは4位欠で、サで、3ーフも装備されないなど、上級グレードとの差が大きい。1997年には、フェースリフトが行われ、ヘッドランプ、リアコンビランプの形状が変更された。ヘッドランプは、 日本の S14 後期型と大差はないが、プロジェクターランプの形がわずかに異なる。バンパーも R33 型スカイライン GTS の前期にドアモデルに似た 240SX 独自のデザインとなった。後期のグレード展開も前期と同じで SE、LE、ベースの3種である。前後期共通して5欠モデルの上級モデルでもフロントディスクブレーキは 日本国内のないエンジンモデルと同様、4ポットキャリパーの設定はない。そのため、北米のマニアは2代目 300ZX のターボモデルからキャリパーを流用するなどしている。なお、シルビアベースの 240SX は、S14 型を最後に姿を消し、後継はルキノと同型の 200SX となった。そのため、日本の 180SX 後期型や15型、 シルビアに相当するモデルは存在しない。モディファイされた S13 型系 240SX のレー S13 型系は、1990年代にエレクトラモーティブレーカーのライチンガーレーシングからイムスサ G2 クラスに参戦した。それから10年以上の時を経て、ドリフト文化がアメリカにも浸透した頃から、後輪駆動の 240SX にも注目が集まり、 中古市場の相場も上昇した。しかし、アメリカには、日本のシルビア 180SX に搭載されている、CA18 デッド、SR20 デッドというターボエンジンが存在しない、ため、アメリカ本土でポピュラーな V8 をスワップしたり、日本からシルビア 180SX のフロントクリップやエンジンとハーネスのみという形で、輸入販売する業者も増え、 CA18 デッドや SR20 デッド、さらに少数だが、RBK の乗せ替えが流行した。フォーミュラ D では、吉原大二郎が S13 型を投入していた時期があり、2011年にはシリーズチャンピオンを獲得している。蒸気のように乗せ替えが加熱する一方、カリフォルニア州ロスアンゼルス周辺では改造、JDM 社への取り締まりが厳しくなり、 北米で認証を取得していないエンジンへのせ替えは違法となるため元のエンジンに戻す例も見られた。年式はモデルイヤーとする。ありがとうございます。